レース会場とかが土で作られたところが多かったりするので、まあ、選手が使うバイクを積んで必ず会場に到着しなければ選手たち出場できないので、スコールが来て駐車場の中がまあぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、こういうタイヤ履いてたらやっぱり問題なくやっぱ強いですよね。そういう時は実際高速道路で長距離移動すると走行音もすごく静かなんですよね。まあ、実用的な部分でもこのタイヤが一番マッチするかなと思いましたね。車のタイヤっていうのも BMX と一緒で、まあ、車体と地面を唯一つないでる部分なので、まあ、タイヤのチョイスっていうのはすごく大切になってくると思うんですね。自分のライフスタイルに合ってるのがやっぱり SUV 車なので、次の車もオープンカントリーが似合うような車に仕上げていきたいですね。